えー、こんにちは、サックスベノーバお池なつきです。えー、今日は僕が主催する、えー、ベノーバコミュニティ、ベノーバ音出し会の、えっ、ー、と、初めての発表会、第1回、えー、その名も、褒め合う発表会についてのお知らせです。えー、もう、ベノーバ音出し会もですね、始めてからですね、 2020年の10月ぐらいから確か始めたと思うんですけれども、えー、現在60名を超える、えー、多くの皆さんに参加していただいて、毎週日曜日に、えー、皆さんでズームを使ってね、えー、音出しをして、で、その後は皆さん個人で、えー、っとそれぞれの場所で、えー、全国ね、それぞれの場所で練習をしていただくという音出し会というのを、えー、行っております。 で、えー、だいぶなんか皆さんもズームの使い方もね、慣れてきたので、えー、そろそろズームを使って、えー、発表会をしてみな,ないかなと思いまして、で、今回こういった企画をしてみました。で、第1回褒め合う発表会2021年の、えー、と1月の10日の日曜日ですね、えー、3時。 からら時半ぐらいまでちょっと時間はね、えー、と参加人数によって全後すると思うんですけれども、えー、先ほど申し上げた通り、お、えと、ー、し会はズ、えームにて開催します。で、参加は無料です。ね、いつも、えー、無料で何,何事もやりたいと思っております。えー、で、合言葉はですね、えー、みんな褒められて伸びるタイプということです。はい。 えー、逆にそれ以外の方いますかっていう感じなんですけど、まあわからん、いるかもしれない。あの、ビシバシねあの、きついこと言われて、あの、伸びるタイプの人もいると思うんだけど、えー、基本的に僕は、僕はというか、あの、僕は、えー、褒められて伸びるタイプです。はい。皆さんもそうじゃないかな。はい。ということで、 まあ、あんまりねなんかこうあれだこうだっていう風に、えー、演奏がどうだこうだっていうのはそれは自分自身で思ったりとかあとはレッスンに通っている方だったらその先生に、えーまあ、指摘をされたところを直すとか、えー、より良くするみたいなことはあっていいと思うんですけれども基本的には皆さんこう演奏したらね発表したら褒められたいじゃないですか。 はい。ということで、えっ、ー、と、この発表会は、ただの発表会ではなくて、褒め合う発表会としてやりたいと思いますので、えー、もう、絶対僕褒めます。はい。お約束します。はい。もう僕は絶対皆さんのこと褒めますから。<laughs> はい。もう絶対褒める。というか、まあ、絶対いいところ、あなたのいいところを見つけますから、えー、それを皆さんでね、えっ、ー、と、褒め合いながら、 えー、自分の演奏にも取り入れたりとか、えー、モチベーションをね、えー、とキープしながら、えー、ベノーバーの演奏を、えー、今後も楽しんでいきましょうというイベントにしたいと思っておりますで参加するためにはあの基本的には全員演奏して全員で褒め合いましょうっていうスタンスでやりたいのでもう本当にどんな簡単な曲でもいいです ね、えー。ベノーバーの教科書に載ってるような、えー、聖者の更新とかアメイジングレースとかね、えー、比較的吹きやすい曲で、えー、全然いいですから、ハッピーバースデーの曲とかね、もう本当に10秒とか15秒で終わるような曲でもいいです。ねえー、なので、えーと、とにかくね、選曲は自由です、ねえー。もう皆さんが好きな曲を演奏してください。ねえー、で、ただですね、 オンラインでの発表会なのでね、えー、実際にこう、みんなで集まって演奏しないので、あまり長時間だと、えー、長いと感じてしまうと思うので、えー、できれば3分以内に収まるように演奏してください。で、どうしても時間超過してしまう方は、事前に僕にね、相談していただければと思っております。えー、で、伴奏の有無は、あのー、問いません。えー、どちらもいいです、えー。伴奏つけても、えーまあ というよりか、伴奏つけて演奏できる方は伴奏つけてもいいし、伴奏なしでね、えー、自分のペースで演奏したい方はなしでもいいです。ねえー、その代わり伴奏つけて演奏する方はご自身で、えー、ご用意くださいね。えー、まあ僕の YouTube のカラオケ使ってもいいし、えー、皆さんお持ちの CD でもいいし、えー、あとは僕がよく解説するあのアイリアルプロを使ってね、伴奏をつけてもらってもいいですし、もうそこら辺はもう自由です、ね。どうだろうね、なんか場合によっては。 ピアノのお友達がいる方はピアノの人に弾いてもらってとかでもいいですよ。そんな方いるのかな。はい。あ、でもそれ面白そうね。えー、なんかこだわってもいいですよ。はい。ということで、あの、ベノバ音出し会はですね、えー、まあ、このような。 取り組みもちえっ、ー、と、参加人数が増えましたらですね、えっ、ー、と、平日の開催もね、ちょっとしたいなと思っております。えー、まだ参加してない方はですね、ぜひ、あの、Facebook の非公開ページ、えー、非公開グループのページを僕が作っておりますので、そちらに、えー、参加の申請をしていただければと思っております。えっ、ー、と、これ、クローズのね、えっ、ー、と、秘密のグループになりますので、えー、中の様子は全く外か見えない。 ね。えー、ちなみにね、えっ、ー、と、ベノーバの、えー、僕は YouTube で撮影している時のノートとかね、えー、いろんな情報を、えー、その中だけに、その方だけに、あの、グループの中だけにですね、えー、公開してたりしますので、よりベノーバ楽しみたい方はね、ぜひ、えっ、ー、と、まあ、Facebook のアカウント持ってない方もね、これを機に、あの、ぜひ作っていただいて、えー、参加していただければ嬉しいです。ということで、参加の URL は、えー、こちらの 動画の概要欄に、えー、とリンクを貼っておきますのでそちらからぜひ、えー、アクセスしてくださいさあえっ、ー、とベノバ音出し会の方はですねぜひあじゃあこれを参加してみようかなという方はですねぜひ、えー、ともうグループ内にですね、えー、イベントページをもう作ってあ,ありますので、えー、参加予定ボタンをちょっとポチッと押しておいてくださいはいということでえっ、ー、とまあ初めての褒め合う発表会 どうなることやらってことですけど、皆さん積極的にね、参加して、えー、どんどんベノーバを、えー、みんなで一緒に楽しんでいきましょう。えー、僕ももちろん発表会ですからね、えー、僕もなんか演奏したいと思っておりますので、ね、じゃあみんなでベノーバ楽しんでいきましょう。それではお楽しみに。バイバイ。さよなら。